月の売上も書いてたし利益も書いてあるし、すでに加盟店があって実際利益が出てると、令和の虎で詰められるのはすごくないビジネスプラン、はい フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。カルノリレンタカー登場ということで、久々にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。収録どうでした？思ってたのとちょっとなんか違った感じというか、ほうほうほう、どの辺が、はい、もっと緊張だったりとか、虎の人たちの鋭くついてくるこう質問とかに、うん、僕たちがこうたじろたじろしないかっていうので結構準備してきたんですけれども、ほうほう、意外とそういう感じじゃなくてフラットな感じですごい喋っていただいたんで、すごく僕はやりやすかったなっていう。そうですね、なんで攻められなかったか、なんで楽しい雰囲気だったか、なんでか分かります。事前の資料をしっかり作り込んできたからですか？おー、いいですね。資料があればいいってもんでもなくて、実は資料にちゃんと加盟店の実績が結構明確に書いてあったじゃないですか。月の売上も書いてたし利益も書いてあるし、すでに加盟店があって実際利益が出てると、しかもなんか正直ベースで曲がり方はそんな儲かってないけどしっかり店舗型は利益出てますよみたいなね、いいとこも悪いとこもちゃんと書いてあったじゃないですか、はい、そこですよ。やっぱりもう実験があって実績あると、そしたらすごい人ですから、令和の虎で詰められるのはすごくないビジネスプランすごくなかったら詰められるけどすごいじゃん。だって今何件あるんでしたっけ？今もう19店舗になります。でもう19件あって、そこももちろんいいとこ悪いとこあるけれども、基本的にしっかりとやってるところはうまくいってましたもんね。そうですね、はい。そしたらさ、詰めることないでしょっていうことなんですよ。だからね、いろいろ詰められてたりね、怖いイメージあるかもしれないですけど、はい、いいビジネスモデルだなって思われてます。フランチャイズ版あるあるですね。フランチャイズ版はやっぱり基本的にいいビジネスモデルなんで、みんなにやってほしいですっていう人だから、それはそれなりにねすごい人なんですよ。あんま言えないけど、昨日もね収録だったんだけど、はい、1件しかやってなくて大して儲かってなくて、これやればいけるみたいなんでね、やっぱ詰められてましたよ友達とかで加盟してる人いませんみたいな、はい、なんでそんな儲かってるのに身近でやる人いないのっつって、やっぱみんなリスクを感じるんですかねみたいな。いいモデルだったら作るでしょっていうね。だって今までフランチャイズチャンネルなしで19件あるんだもん、はい、それすごい。フランチャイズチャンネル付き合ったらどんだけ広がっちゃうのか。改めてよかったらどんなビジネスモデルか教えてもらってもいいですか？カルノリレンタカーは中長期型のレンタカー会社になっておりまして、観光客向けのターゲットではなくて、長期利用で使いたい方、車が故障して 2,3 ヶ月乗りたいとか、新規ビジネスやってもリース枠がいっぱいから 2,3 ヶ月営業車で使いたいとか、そういった方向けのレンタカー会社になっております。初期費用はどのくらいかかるんですか？加盟するのと車の仕入れで全部でだいたい1200万円前後ぐらいを見ていただければ。どのくらいのビジネスモデルです？どんな人におすすめですか？現在今ビジネスをやっていて土地が余っていて有効活用したい方、車屋さんで在庫車両をたくさん持っていて、ただそれを寝かしとくんではなくてレンタカーで回しながら販売していくっていう形でやりたい方、このところが募集かけてる方になります。どんな方いらっしゃったらぜひお願いします。どうなるかな、放送してみないと分かんないんですよ。いつもね、僕もすごいいいビジネスモデルだと思うんですけど、はい、いいって思ったのに全然来なかったり、とんでもないのにめちゃくちゃ来たり、なんならめちゃくちゃ来たのに全然加盟決まんないこととかあるんですよ。けどそれのパターン嫌じゃないですか、はい、僕ね大体パターン分かってきたんですよ。めちゃくちゃ来たのに決まんないパターン、法則が見えてきました。なんとですね、加盟説明会の話をみんなに30分ですよって言ってるのね。説明30分で、はい、僕と竹村さんが一言ずつ言って最後質疑応答なんですけど、はい、そこ30分だよって言ってるのに40分50分喋る人いるんですよ。これね決まりづらいです。30分ぐらいでコンパクトにまとめて、ちょっと気になるなぐらいするぐらいで、ね、なるほど。けどなんかすごい空気読めそうだし、延々喋るタイプじゃなさそうだし、僕ともう一人黒田がいてるので、きっちりもう30分の資料をまとめて、実はもう準備していきますのでじゃあ大丈夫ですね、そんな加盟説明会は5月9日木曜日6時から、はい、大体加盟説明会土曜日にやることが多いんですけど、今回スケジュールが土曜日がちょっと合わなくて平日夜開催です。来やすい方もいらっしゃるかもしれないし、来にくい方もいらっしゃるかもしれない、はい、とりあえず9日6時から多分新宿ですね、新宿御苑のあたりでやりますんで、ぜひ僕も竹村さんも行きますんでお待ちしてます。お願いします。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで